春日敦氏は、日本の帝国海軍軍人。最終階級は、海軍少将。従順洋艦、鳥海艦長。戦艦、道の区艦長。第一潜水戦隊司令官、佐世保防備戦隊司令官、グアムの戦いにおける、グアム島攻略部隊指揮官及び、マリアナ方面防衛部隊第五根拠地隊司令官、第五特別根拠地隊司令官、 長野県下田海軍ホナミ村佐野出身、春日喜一郎の息子として生まれる。ホナミ小学校から旧姓長野中学に進学して卒業。1909年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月に海軍少尉任官。1941年12月8日、真珠湾攻撃後の5時間後、日本海軍はグアムへの航空攻撃を開始。 このグアムの戦いの際、グアム島攻略部隊指揮官として参戦した。グアム島に上陸進駐後は、グアム島、サイパン島の守備隊司令官となる。グアム島民は、グアム島中央部の高台の山を、カスガ山と名付け、そこに、カスガ神社を建立して、その功を称えた。ありがとうございます。